ジェリコだ。ジェリコだ。サイモン。ニュースで俺たちのことが。サイモン。話題になってる。あんなやり方じゃ甘いのよ。怖い。奴隷と交渉するわけないじゃない。暴力も厭わないって示すべきだったのに。暴力じゃ解決できない。交渉ならば人間も耳を傾けるはずだ。うーん、相性悪いね。ここの。サイモンが犠牲になった。でそう。サイモンは大義に命を捧げ、怖い怖い。大義って言ってる。革命に命を捧げた第一人者になった。死ぬられた革命なんて望んじゃいない。価値観。じゃあ奴隷でいれば命をかけられないから。あんたに自由を得る資格なんてないんじゃない。のそれ以上やめろ。もうやめろ。誰？マーカスだ。マーカスだ。どうするつもり？え、どうすんの？デトロイト市内にあるサイバーライフの店は5つ、うん、仲間が商品として売られている。これから店を襲って仲間を解放しよう。店を襲う？そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする？5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、開けないって。午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ。警察が来る前に店から仲間を解放しよう。殺しはなしね。マジで価値観の違いあるな。仲間を解放。俺たちの歴史が始まる。まあ、デモってことだよね。多分なんかさ、でもなんかこう何も知らないアンドロイドたちをずっとこの時を待ってたのよ。変異体にわざわざするっていうのはさ、自分の意思でなるならわかるけど、なんか支配みたいな気がしてさ、洗脳みたいな。あんまり好かんのだけど、でもまあ一応社会に対してデモですよっていうことなんだろうね。あ、やばい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 。走るとかがないんだ。アンドロイドを。よし、いなくなったわ。解放ね。ちょっとノース。他にも警官がいるだろうな。ノースにもノースの。慎重に行こう。悩みと問題があることは理解してるけど、価値観がちょっと、価値観がちょっとな。店はこっちよ。はいはい、了解。やばい、ドローンが見てる。あれ、ここはなんか最初にさ、絵の具買いに来たとこの近く？違うか。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。うん、警報。ほら、行かない。警報を破壊してエリアをまず偵察。見るとこあるぞ、いっぱい。大丈夫かこれ。大丈夫かな。邪魔が入らないように広場を抑えよう。変異させる。店のウィンドウはどうするつもり？分かってる、それは後だ。変異させる。次はどうする？あ、起きて。変異させることがさ、正義かどうかが分かんないんだよ。監視ドローンか。分析する。邪魔になる。ここからじゃ届かない。え、あー、なるほどね。こう回ってますそうよってことね。シミュレーション。ここじゃない。ここじゃない。ここかな？ここじゃない。銅像には乗れるんだね、でも一応。ここかな？ここじゃない。大変だ、これ。大変だな、これ。ここかな？ここだろ。足場があるもんね。ここだろ。うん、届くよ。ということが分かりました。なので、ドローンを妨害する。ドローンを妨害するためには、ここに登る。ここに登りたいから、調べる。予測。
こうしてこうしてこうして、まずこっちじゃない？あ、こっち？こっちじゃない？まず、あ、遅い。あ、すいません。あ、すいません、どんくさどんくさです。こっちかな。こうしてで、こうしてこれじゃない？すごいハンドボール選手みたいなポーズしてた。これじゃない？やってみよう。ぴょん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 、いけいけいけ、かしー、あれんだ。おお、突然のアクション、突然のアクション。気を抜いてた、完全に視聴者だった、完全に。警察を呼ばれてないといいけど。時期にわかる。で、まだまだやることがあるんだろう。店の外を、なんかそっちの方かな。ここ行けんの？あ、ここ行けないの？え、見れる、なんか見れそうだった。働いてる人たちがいて、で、あー、いるんだ、アンドロイドが。あったかい格好してんだ。競争じゃん。いやー、わかんないなー、マーカスのやってることが正しいかどうかっていうことはちょっとわかんないな。ぐるっと行こう、ぐるっと。程度によるよね。あんまりにもさ、何？車が来ないよ。なんで？なんで呼んだ今？なんで今呼んだ？こっちなんかあったよね。あるじゃん、あるじゃん。見る。あれなら店に突っ込めそうだな。やば。過激、過激なこと考えてる。変異させる。さあ起きて。そしてこっちかな。変異させる。さあ起きて、目覚めて。これはもう「さあ起きて」をやる回なの？なんだ、アンドロイドがなんとかって書いてるの。え、すげえ像じゃん。不完全な生き物に服従しろだって。鼻で笑った。それも今日で終わりだ。いやー、まあいいけどさ、ここの人たちもできんのか。まあいいけどさ、ここ見れるだけなのかな。入れたりとかしないの？この人も目覚めて。目覚めて。はい、おはよう。おはようございます。さあ起きて。はい、起きてください。おはようございます。浮きかきアンドロイドだ。大体見たかな。じゃあもうだってトラックで突っ込むしかないよね、多分ね。そうだよね、多分ね。じゃあお店の前を、ごめんな、うろうろして。お店の前を見よう。ここを分析して、ここの警報システムは広いね。あ、そんなのわかんの？こうね。これでわかんのか。はい。警報システムはここかな？監視カメラ。ネットワークを解読。
あったぞ。あっただ。うわ、すげえ。見えんだ。こんなん。警報システムを無力化する。どのように？どのように？ How？ なんかあそこになんかある。え、むずいじゃん。え？むずいじゃん。ん？なんかこの赤い線をたどっていけばいいとかあんの？この赤き線をたどりし者。ん？ん？これだ。分析する。あ、できた。で、あそこに行けばいいのか。はーん。よくできてるね。ジャンプ。わお。おはようございます。おはようございます。起きてジェリコへ行ってみんなでラジオ体操するんだ。かがむ。なんもわからん。一個もわからん。ええ、わからん。何したかもわからん。できた。トラックやろうだ。じゃあもうあとは。やるじゃないマーカス。ノースの評価がどんどん上がっていくけど、ノースとは根本的な価値観がちょっと合わないんだよな。だからといって友達じゃないとかっていうことでは全然ないんだけど。だけどもいかんせんね。だからいけないのかな。これいけないのか。とはいえね。ここかな？これ入れんの？ここから入んの？これ。こっちね。ここから入んのかな？あった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 。あ、おはよう。おはようございます。君は朝食の時間です。おはようございます。1階のレストランでビュッフェをお楽しみください。何？怪力だ。さすがアンドロイド。これで交通を止めるのね。通行止めにして、うんふん、うんふん、よし、これで邪魔は入らない。すげえ、ちゃんとやってる。ちゃんとしてるね。車は安全だな。これで店に入れる。え、完璧じゃん。あとはトラックね。これでしょ、トラック。こっから、こっからでしょ？こっから開ける。あ、鍵がかかっとるよ。登るしかないわね。登んの？まあ余裕でしょうね。今までの数々の、あれを、あれを、目を見てきたら、もうあれとしか言えないけど、そう、それそれ。え、これを？さっさとトラックを出すわ。ハッキング。ハッキング、こうかな。鍵を開けた。で、一人で何もできないわけ。すごい言うじゃん。口で攻撃してくるじゃん、この人。冗談で言ってんのかもしれんけど。根本的にやっぱ価値観かな。こっち側かな。こっち側だよね、ドアがね。モンストやっぱな、適切な距離でモンストは関わって。それじゃ一暴れさせてもらいましょうか。一暴れね。了解。暴れ太鼓を叩きまくるぞ。すごいね、手動だ。
わあ、RT しか押してないのに勝手に運転してくれて楽ちんだな。すごいな。ハンドル操作とかないもんな。これで行くのか、突っ込むの。暴れ大子じゃ。はい、やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね。え、あ、はい。ノリ悪。あ、はい。あ、すげー。うーわ、これは結構、ま、犠牲者は出てないとはいえ派手にやってるね。で、おはようすんの？おはようございます。夕食は1階のレストランでビュッフェをお召し上がりくださいをすればいいのね。あと分かった。はい、おはようございます。おはようございます。チェックアウトは11時までとなっております。もう誰にも従わなくていい。自由の身だ。おはようございます。おはようございます。パンとご飯どちらもお選びいただけます。おはようございます。あ、まだいるんだ。大変大変、おかみって大変。おはようございます。おはようございます。近くの牧場で採れた牛乳もございますので、よろしければどうぞ。はい、おはようございます。はい、おはようございます。話す。誰とだ、誰とだ、ノスか、違うな。え、すげえ高いところ登ってる、目立つ。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。奴隷、人間に服従する機械として。まあそうなんだけどさ。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだ。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。そうだね。だが俺たちと共に、そうそう、好きにしたらいいんだよ。戦うことだってできる。戦う、うん、決めるのは君自身だ。あ、好きにしてくださいみんな。でもあんまりね、ついていくわ。カールをさ、俺もついてくぞ。連れてってくれマーカス。悪いようには言いたくないよね。すごいカリスマじゃん。リーダー、リーダーになっちゃった。みんな行こう。リーダーになっちゃった。やべえ。メッセージを人間に伝える。何を通して、どうやって、とりあえず出ればいい。マーカスどうするつもり。わからん。俺たちの意思を訴えるんだよ。そうなの？じゃあもうマーカスに任せるよ。暴力を選ぶ。暴力を選んだらきっとさ、ノースは惚れちゃうんだろうね。キャピタルパークを変貌させる。え？最初の行動を決める。最初の行動って何？ベンチ。あ、なんか急ぐあれじゃないだろうから、ちょっと。スクリーン？あ、これ？これ？これか？スクリーン。これか？ハッキングする。消す。どっちにするとどうなるの？ハッキングするか、じゃあ。うわ、すげえ。そうなるんだ。消せばよかった。グラフィティを書く、もぎ取る。グラフィティを書こう。お絵描き、お絵描き。シンボル。どれがいいかな。三角は強そうだから、丸の方がなんか有効的に見えるよね。
どっちがいいかな、このよくわかんない地図記号みたいなやつにするかね。はいはい、よくわかんない地図記号みたいな、犬みたいな文字のやつにします。みんなほら犬好きでしょね。あとはやることいっぱいあんな。なんかこれもできそうなの？銅像。これになんかできんの？犬？犬にできる？壊さないよ。人間を破壊するっていうメタファーだもんね。そんな壊したらさ。これアンドロイドにしちゃうわけ？もしかして。アンドロイドが、偉いよみたいなこと？やるやん。いやお前やめ、止めはしないよ。止めはしないけどさ、ちょっと慎重にやってくれよ。怖いもん、戦争とか起きたらさ。お母さん怖いもん、怖いからもう早くやりなさい。本当にあんたたち割るんだ。はい、パリーン、パリーン、おはようございます。どうなのこれ、何が暴力で何が平和なの。登る上に、え、登れんの、何登るって、登れんの、あらららら、あらら、あらららあららしか言わなくなって、あらららら、おばさん、あんたほんとすごいね、あんたたちすごいね、どうしたの、んで、なになに、ベビータッピー、ベビータッピーして、あーすごい、犬だ、犬ではないよな、ダイなのかな、どう、どっち、平和何パー、平和何パー、降りる、まだやってないことあるかな、アピッとかないとね、車、どっちもしたくないけど、ひっくり返して何よ、何そんな攻撃的なことをさ、これで合ってんの、これ何の意味があんの、これ何の意味があんの、え、発煙弾、それなんか大丈夫なの、怖いよ、怖いやつじゃないの、怖くないのそれ、それ やりたくないな、なんかやっちゃったけど、え、大丈夫なのそれ投げて、ちょっと平和なんだそれ、よくわかんねえな、よくわかんねえな、何が平和でよ、こっちもできんの、クラフティ書いとくか、じゃあ、夢のためにこの世界で種族の共存を、我をも故に我あり、アンドロイドに平等の権利を、犬かわいいとかにしようや、なんかおじいちゃん犬かわいいとかにしようや、ないの、あ、ちょっとなんか抽象的なこと書いとこじゃん、抽象的なこと書いてさ、なんかよくわからんって、老人たちがこれ見てたら、なんかよくわからんってなるようにしようやね、それが一番平和なんだからさ。あとはここはもう時間ない、大体いいんじゃない、平和にできたでしょ、どう、ほらよくわからん、よくわからんものばっかりになっちゃった。よく見てもよくわからんものばっかりになったな、一個もわからん、これ見てもなんか犬みてえなマークと、よくわからん抽象的な言葉と、一個もわからん、これご希望通り平和のメッセージを、なんか皮肉だな、分かってる、奴らは私たちを見下してる、皮肉だな、肩寒くないの、暴力で暴力には打ち勝てない、そうなの、そうするしかない、暴力はね100年後とかにね、また何かあるから、恨みが続くから、
後々ね、良くないわけよ、暴力は。映ってる。待て、火事だ。火事？ナース。何？何？え？どこ？火事？どこ？仲間の元？どこ？ナースどこ？ナースどこ？どうした？大丈夫か？ノース、平気か？何が？どうした？ノース、どうした？殺されたの？なんで？なんで？虫けらみたいに撃ち殺された。何もしとらんやろ。まさか。奴らに。何もしとらんやろ。奴らって誰？人間？人間かい？警察？どうすんこれ？どうすんこれ？ダメだよ、こんなことしたらさ。ねえ。なんでこんなことするのよ。はい、リーダーですよ。リーダー通りますよ。こんにちは、リーダーです。うん。あ、この人たちが撃ったのね。報復するじゃん。そしたらまた報復されんだよ。わかるよ、彼らのさ、彼らに対する、制裁をしたい気持ちわかるよ、君たちの。うん、泣いてるわ。やめろ。泣いてるわ。頼む。ここでやったらさ、何十倍にもなって、見逃す。何十倍にもなるからね、ここでやったらね、後で。そうだよ。そうなの。目を解いて、世界は堕落した。ね？みんなあのマーク思い出せ、あの犬みてえなマーク思い出せな、刻め心に。我思うゆえに我ありだぞ。予定を変更してニュースをお届けします。今入った情報です。午前2時ちょうどデトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かリーダーだからよ。どうやら複数の店舗に対しマーカスは攻撃を行ったようです。現在も店舗のショーウィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンが不可解だろ。地元警察がサイバーライフの店舗近くで任意体のグラフィティを確認したと発表しましたが、不可解だよね。今も捜査中とのことで、うちらもわかんないもん。何これって思いながら書きました。彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。攻撃してないよ。果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。攻撃してないよ。まあ店はぐちゃぐちゃにしちゃったけど、このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。テロってかデモな。